森下か浅野かドンソー。どっちやろか。結果で見れば森下やろ。それは浅野のが若いから何とも言えない。せやから結果で見ればと言うとる。浅野は素材型やから成長次第とか言うと、虎さんが巨人が育成できるわけないとかイチャモンつけてくるの目に見えてるしな。虎が怖いか。どちらもこれからや。森下は試合に出した分成長しそうやが、高山俊さんを超えられるか。どっちも当たり。浅野は高卒や島田議論しても結論は出んよ。森下も大卒とはいえ素材型やし。